皆さんこんにちは、フーディーボーイです。一生に一度は食べてみたい、ここに来たならこれを食べなきゃ損する、そんなグルメを全国探して動画投稿しています。今回は九州では有名な観光名所の福岡県太宰府でおすすめの食べ歩き8店舗を紹介しています。4店舗ずつ前編と後編で分けて紹介しているので、前編をまだ見てない方は概要欄から見てってください。それでは後編の4件を紹介します。5件目は小鳥居茶房さん。4件目で紹介したお店と同じく、こちらもお食事とスイーツの両方が楽しめる古民家風のお茶屋さんです。抹茶へのこだわりが強いのが特徴的で、日によっては1杯3800円もする超高級な抹茶を提供したりするほどクオリティの高い抹茶が置いてあります。そんなこちらのお食事の名物は親子丼のようです。卵は合計2個分使っていて、1個は生の卵黄を後乗せするスタイルです。その上からさらにだし醤油をかけるので、卵かけご飯と親子丼のハーフといったような感じですかね。昆布だしが味のベースになっていて、さらにだし醤油もかかっているので旨味たっぷりとなります。卵好きにはちょうどいいランチなのではないでしょうか。他にもスイーツはいくつか名物があるそうです。まずはこちらの抹茶白玉。こちらはやめ茶という福岡で作っている超有名なお茶で抹茶を入れています。海外にも輸出するほど人気だそうで、とても飲みやすくて甘みと旨味の強いお茶というのが特徴的らしいです。確かに実際に飲んでみると滑らかで舌に残る感じも全くない上に、苦味がない代わりに深みがあってまろやかな味わいです。苦いもの嫌いなお子ちゃまの舌の人でも全然いけちゃいますね。またこちらは生プリン。生というのは要するに加熱していないので、普通の市販で食べるプリンよりもクリーミーで濃厚になります。そしてそれをさらに凍らせた生プリンアイスなんかもあります。クリーミーな食感はなくなった代わりに、シャキシャキと爽快な味とともに濃厚な味わいは残ってて食べ応えのあるアイスです。またこちらはわらび餅茶。これは抹茶ラテの中にわらび餅が入っています。タピオカとか好きだった人にはこういうドリンクはたまらないのではないでしょうか。抹茶とラテが2層になっているのは綺麗で映えますね。もちろんこちらの抹茶も抜群に飲みやすくて美味しいです。スイーツばっかりじゃなくて、しっかりとしたご飯を食べたい方や、従来の苦い抹茶が苦手だけど古民家風のおしゃれなお茶屋さんに行ってみたいっていう方は、ぜひこちらへ行ってみてはいかがでしょうか。6軒目は笠野屋さん。こちらは太宰府で一番の名物グルメと言っても過言ではない梅貝餅が作りたてで食べられるお店です。梅貝餅というのは一言で言うと温かい餅まんじゅうといった感じの和菓子です。どうやらうるち米ともち米を配合して生地を作っているそうで、外側はせんべいのような米粉を焼いた香ばしさがあります。食感としては外側はサクッと、中はもちっと、あんはホクホクという出来たてだからこその味わいですね。この出来たての梅貝餅はここに来ないと食べられないそうです。実は過去に真似した人がうっかり何千万円か売り上げが出て訴えられてしまったというようなエピソードがあるぐらい大人気の商品です。しかも1個130円という値段の割には食べ応えがあってお腹も結構満たされます。お財布が寂しくても心もお腹もほっこりと満たされる激安グルメはコスパ最強ですね。食べたことがない人はぜひ一度は食べてみてはいかがでしょうか。7軒目はカフェ笠野屋さん。こちらは焼き餅と博多で有名なチョコレート屋さんのコラボスイーツが楽しめるお茶屋さんです。焼き餅というのは梅貝餅に梅の刻印がしていないので梅貝餅とは名乗れませんが、それを再現した非公式バージョンといった感じです。今回食べた3種類を紹介します。まずはビターチョコ。こちらは溶かしたチョコと固形のフレーク状のチョコを両方かけてあります。その下にはピスタチオとホイップクリームと焼き餅があります。一見ものすごく甘そうですが、実は重ねてある一つ一つの具材の甘さは全部が控えめで、それぞれの素材の良さが複雑に絡み合ってめちゃくちゃ美味しいです。単調的な甘さではないので、スイーツ党じゃない人もうなるような味わいじゃないでしょうか。次はルビーチョコ。簡単に言うと先ほどのビターチョコにイチゴやベリーのフレーバーが加わってちょっとフルーティーになったバージョンとなります。こちらの方がビターチョコより気持ち甘めですが、少し酸味もあって爽やかに調和されているのでちょうどいい味わいです。分かりやすい甘さが好きな人にはぴったりかもしれません。次はきなこ。見ての通り大量のきなこが乗っているので香り高くてふわふわとした味わいです。きなこ好きな人にはたまらないですね。普通の梅貝餅は食べ慣れてるという人はぜひこちらで一工夫してあるコラボメニューを堪能してみてはいかがでしょうか。8軒目は梅田屋地域酒店さん。こちらは太宰府の地酒を中心に取り扱っている酒屋さんです。緊急事態宣言が解除されてからは中での試飲も復活したそうです。今回試飲したのはこちらの日本酒宝満の夢。 100% 太宰府で生産した食用米を使っているそうです。普通日本酒を作る際に使うお米は普段白米として食べているお米とは違って酒米というのを使います。ですがこちらのように食用米を使うと酒米より形が細いので生産が難しいそうで、生産が追いついてなくて希少性が高くなっているらしいです。実際に飲んでみると飲み口は辛口ですっきりしていながらも米の旨味がめちゃくちゃ強いです。食事に合わせるお酒として飲んでみたいですね。次は観光の酒。こちらは飛梅という太宰府天満宮にある御神木の梅の花から採れた天然の酵母を使って醸造したものです。天然の酵母を使っている日本酒自体が希少な上に、こんな御神木の梅の花を使ったものはこの世を見渡して
としてもないと思うので、ここでしか飲めない唯一無二の酒と言っても過言ではないでしょう。当然数に限りがあるそうで、僕たちも在庫がたまたまなくてその場で試飲することができなかったほどです。なのでどんな味なのかは飲んだことある人の情報をコメント欄からお待ちしてます。どうやら華やかでフルーティーな香りとキレのある味わいらしいです。太宰府天満宮の参拝ついでに縁起の良さそうな酒をお土産で買っちゃうかなんていう粋な大人の方々はぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。以上が太宰府食べ歩き旅行でおすすめのお店8選でした。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価とコメントをお願いします。それではまた。